どうもーです。今日はですねお客様の言葉を受け入れるということについてお話ししたいと思います。えー、これはですね自分のお店、えー、僕がお店をやってるんですけども、えー、お店をやってる上でですねお客さんを接客させていただいてですねその中で会話をしますよね。そのね言葉をこう受け入れるというか。 えー、素直に受け入れるという素直に、うん、その言葉をねありがたくですねありがたく受け入れるっていうことを。 結構してますでそれが、えー、回り回ってこう集客にもつながるんじゃないかなということと自分がそういうことをしていて面白いというかそれ,それが活動的になってこう動けることのその何て言うか面白さみたいなもんも感じてますしそれによってお客さんが喜んでくれたらいいなっていうところもありますしそれをなるべく SNS というか。 そういういものでも発信していけたらいいかなというふうに考えております。というのはねどういうことかと言いますとですねお客さんの会話の中でですねその僕はお酒が好きでそのお客さんもお酒が好きででお酒のそのあてというかおつまみで、えー、どういうの美味しいですかみたいな話をこう、えー、してた時にですねあの コーンチップスちょっとこれはジャンクフードやからあまりお勧めしませんけどコーンチップスっていうのが美味しいですよって聞いたんですねそしたらそれをですね、えー、お客様の言葉を受け入れるっていうのはそういうことを聞いたらですね一度は試してみるというところですそこで会話で出たことなんでそれはありがたいことなんででコーンチップスをまあまああの近所のねスーパーに買いに行ったんですねで行ったらその えー、お客さんの教えていただいたお店に行ってですね買いに行ったらですね、えー、売ってないわけですねで売ってなくて、えー、店員さんに聞いたらですねちょっと今入ってないとまた本部が入れてきた本部に従ってるんでっていうことであこれはほなしょうがないなと思って違うスーパーに行ったんですそこも置いてないというところでこうどうしようかなと思って。 出たところででですすねね、まあ、ネットで調べたたたらあったんですよ、ね、ただネットの場合ーとこう例えば10袋買わなあかんかったりとかちょっと多すぎるんでね最初2袋ぐらいでと試したいなと思ってたんでどうしようかなと思っててほいで、えー、長官のチラシを見てたらですねその買いに行った、えー、最初お客さんに教えていただいたお店のチラシが入っててですねでコーンチップスがこうドーンと売り出してたんですねほんで安い値段なんですよ。 で安い値段で売り出しててですねほんで買いに行ってで買ってで食べたと。でもちろん美味しいんですね。で美味しい で次またそのお客さんがに来ていただいたらですねそういう話もできるしですねほんでこうインスタグラムでその写真を撮ってお客さんたまにこういうのお客さんのためにってそうお客さん教えていただいたものを買ったとかいうのをこう発信するとですねあそういうことをこう大事にするお店なんやなっていうことがこう、えー、分かる人には分かる何もその伝わらない人には伝わらないと思いますけど伝わる人には結構伝わると思うんでそういうことをやるとか。 ですね、あと冷たいお茶をうち、えー、で麦茶を出してたんですねで麦茶を出してたそのお客さんと喋ってるとですね、えー、お茶がすごい大好きやと冷たいお茶が大好きということでちょっとね胃があれやったんで胃のその壺の場所をちょっとねおさせていただいたんですけどもそのねほんで何がお好きかえった緑茶とほうじ茶と煎茶と、えー、ウーロン茶。 これの冷たいお茶が好きやとほんで僕は出したが麦茶とで「すみません麦茶です」と言って、えー、たまにほうじ茶も出してたんですけどその時は、えー、家にあって。 冷やしてだからそういうよんならこのお客さんが来た時に、あのー、その緑茶というかまあ緑茶が先に出てたんでこれは緑茶を買った方がええなと思って緑茶を買いに行ったんですねでそのお客さんがもうお店をされててですね火曜日が休みやということをやったんで火曜日の、えー、まあまあ、あのー、麦茶もまだあるんでですね麦茶も使いつつですね火曜日の詰め、えー、たお茶を用意する時はその 買っててきた緑茶を用意しておくとで、えーまあ、来られるかどうか分かんないですけどももしご来店された時はその緑茶を出すようにするということをするとですねああのー、前の話を聞いて買ってくれたんやなと思ってもらえると思うんですねほんでまあ喜んでもらえるといいかなというところですねでそのこともまた写真を撮って SNS に上げるとあそういうことをこう。 受け入れてやったはるお店なんやなっていうことをこう分かる人は分かるというかそういうの分かる人がご来店いただけそういう方を集客できたらいいなと思ってやってるというところですよねだからそれまあまあ目に触れないことがほとんどなんですけどももし目に触れられたらそういうお客さんを集客できるようになるかなっていうところでやっているというところですねあとまあまああの料理のね。 先生みたいな先生みたいなんで先生をしっかりされてる方がおられてですねでおつまみが何やと聞いたら「おつまみでおいしいもんなんかありますか?」って言ったら、えー「モッツァレラチーズや」と言っていただいたんですねでモッツァレラチーズっていうの、ね、まあまあ名前は聞いたことあるけどそんなしっかり食べたことなくてですねでどこ滋賀県やったらどこ買いに行ったらいいんですかって言ったら「どこどこや」ということでそれをお聞きしてすぐ買いに行くとでお客えー そのお客様が、えーはえー、ワインでそれを食べるとだから僕はウイスキーで食べるって言ったらちょっとウイスキー濃いんでちょっと味をね塩とオリーブオイルを混ぜたやつを、えー、つけて食べたらどうやっていうことやったんで、えー、塩をつけてつけてかけてで食べるようにしたほなやっぱうまいということでまた美味しかったほんで次また来ていただいたんでその話をするとあほなやったんやなと。 その通りいいたんやなととううことは伝わると思うんですねそれを喜んでいただけたかどうかっていうのはちょっとわからないですけどもあのー、少なくともこっちのそのどういうんですかね言っていただけたことはほなやりますって言ったことをやったんやなというそのなんていうとですねある程度小さいことではあるんですけど小さい信頼みたいなもんはそこに生まれるんじゃないかなというところでですね,その一人一人のね お客ほんで一人のお客さんでですねこういう僕と同じような業界ちょっと違うんです同じような業界をされている方がですね、えー、ヘッド頭のマッサージを僕最後の方に上向きでするんですけどもその時で頭は気持ちいいですよねって言ってはってでうちの店で頭のマッサージをこう量を増やしたらですねお客さんが劇的にというか、えー、定着しましたということを僕にお伝え お伝えしてくれはったんです。ということはですね頭のマッサージをこう充実させるもうちょっと充実させたり新しいそのメニューとしてこう加えることによってですね、えー、またそれが集客につながるっていうヒントを頂い,いたんですね。で僕がその今のお店の課題としてですね、えー、ドライヘッドスパとかですねそのヘッドマッサージですね新しいその主義を 自分ががが身ににつけるここととと一応課題やというところがこう浮き彫りになったんですよねだから今ちょっとこう機能ですけどもちょっといろいろ調べてみてですねその参考になる資料がね見つかりましたんでですね今日からそれを勉強していってですねちょっとまあ家族とかにですねこうあの代々というかそういう練習代になっていただいてですねある程度のその主義が確立したらですねお客さんにあの 新しししいメニューととてこう、えー、提供しようかなと今のメインの60分のメニューにそれをプラスしてこう30分ぐらいの頭かな20分かなそれでプラス例えば1,000円でやるとかですね、えー、今の間はちょっとそのサービスでそのままちょっとい,いつものヘッドのちょっと簡単な えー、主義をやってるだけなんでそこに加えてちょっとこうやっていく形をとっていこうかなと思っていますそういう風にして次のちょっと新しいステップアップにもなるとそういうことを結局お客さんが教えてくれるんですよね、えー、お客さんがこういろんなことをこうヒントを与えてくれるんでそれを一個一個ね自分が受け入れられるやつはどんどん拾っていくということですねで拾っていってですねそれを自分の中に活かしていくほんで生活の中にもこうプラスになることもあるんですね、えー、ソルティライチという ジュースが美味しいとで僕私は毎日それを飲んでると言わはったんで飲んでみたら美味しかったということでですねこの夏はそれを買うほんで買うんやったらどこでコンビニで買ったら140円ぐらいするけど、えー、ダイエーで買ったら78円、えー、税込みで84.7円やと85円ぐらいやということも分かったでしたんですねほんでそれを入れると、えー、取り入れると。 ということをしておりますとということでですね、これずっと話せると長くなるんでですね、この辺で終わりたいかなというふうに思います。ということで、お客様の言葉ですね、お客様の言葉を受け入れるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。